にちは、まおです。はい、今回はピルエットのコツというのをお伝えしていこうと思います。私自身あまりピルエットとか回り物っていうのは得意じゃなくて、昔日本でコンクールに出てた時代とかはこう一か八かで回れてラッキーみたいな風な感じだったんですけど、ロシアに留学してからこう自分って全然ピルエットの感覚ないなっていう風に思う時があって、でそれでそこからこう自分なりにいろんな方法でいろいろ試して研究してきました。今もそこまですごく得意っていうわけではないんですけど、割と昔よりは感覚が分かってきて、前よりは回れるようになったかなっていう風に自分で思っています。ピルエットっていうのはこう割と人によって得意不得意っていうのがあって、なんか小さい時からすごく特に何も考えずにこうくるくるくるって回ってしまう子とかもいると思うんですね。でも私は全然そうじゃなかったので、なんかそうじゃない私だからこそ皆様にお伝えできることもあるかなっていうふうに思って、この動画を撮らせていただいています。何か一つでも見てくださっている方の参考になれればいいなっていうふうに思うので、最後までぜひご覧ください。それではレッツゴー。上がって戻ってきちゃうっていうのが結構ありがちなんですね。多分ピルエット
たまま回ります。エスメとかでやられてる方はすごく分かると思うんですけど、こうやってやるとすごいやりやすいですね。ちょっと軸ずれたけど、お盆でも何でも本当に家にあるもの何でもいいんですけど、こう2つの感じもしっかりと。でも肩がね、私めっちゃやりがちなんですけど、肩は上げずにこう肩を下ろすけど、イメージはこう。についてお話しさせていただきました。もちろん他の技でも何でもそうなんですけど、ピリエットはこうやればやるほど、こう追求すれば追求するほど、こう感覚も分かってくるし、回転数も増えてくるので、こう根気よく諦めず頑張ってみてください。
で、今日動画でお話しした5つのポイントというのはもちろん意識していただきたいんですけども、練習する上で一番必要なことというのは、どんなに崩れてしまっても、どんなにもなんか汚く回っちゃったとしても、綺麗なポーズで、何でもこうでもいいしこうでもいいけど、とにかく綺麗なポーズで終わるということを忘れずに練習してください。ということで、今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。